はい、無職パートに行くパート51っていうか、もう無職シリーズやめます。50でやめます。もう無職じゃないっすね、50回も言ってたら。はい、まあ、気分的には無職なんですけどね。なんて名前にしよう。考えておきます。とりあえず新しいやつのパート1です。内容は変わらないです。タイトルだけ変わりましたって話です。ヤフーオークションで手に入れた商品を紹介します。ガッチャマンクラウズインサイトのアクリルスタンドですね。スマホスタンドです。これはなんか一番くじ的なものが昔あったらしくて、それの B 賞の全2種の両方ですね。菅根とジョーさんとベルクカッツェとはじめちゃんですね。なんか質は悪くはないけど、やばい、いいんじゃないですか。これだいたい1000円ぐらいでヤフーオークションであれしました。落札しました。かっこいいですね。まあ、本命はジョーさんと菅根じゃないですよ。ベルクカッツェとはじめちゃんなんですよ。やっぱガッチャマンクラウズはベルクカッツェとはじめちゃん好きなんで、僕は、まあ、両方いいキャラしてるんですよね。お、いいんじゃないですか。でも吹き出しさまいる。まあ、インサイトだからですかね。いい。この二人が並んでるのいい。素晴らしい。嬉しい。これは嬉しいよ。で、まあ、仕事話しますかね。今日はですね、ずっと、まあ、だいたい4時間ぐらい、店内の、イラストボードの貼り替えしてました。年賀状シーズンになったんで、その年賀状用のやつに貼り替えてました、ずっと。やっぱなんか体を動かす作業っていいっすね。なんか、脚立使って高いところに設置したりとかしてたんですけどね。イラストボードとか、まあポスターの貼り替えとか。懐かしいっすね、ああいう作業は。なんか、昔の僕が勤めてた電気会社っていうか、その工場系の仕事だった時、まあその時にもなんかやってた、似たような作業やってたんですけど、考えられないですね。全然、なんだろう、安全に関する考え方。脚立は一人で使っちゃダメ。全然今日一人で使ってた。で、天板の上に登っちゃダメ。全然天板の上登ってた。 2メートル以上なのに、まあ、1メートル以上なのに、あれ、安全帯つけてない。安全帯つけてない。 っていうひどい感じでしたね。まあ、あれが普通っすからね。なんか、やりすぎなんすよね。なんか、ある意味昔のいた会社は。で、今日のご飯紹介する前に今日見つけちゃいました。エアリアルのグエルバージョン。水星の魔女のエアリアル。これしかなかったっす。僕が行った店は。なぜチェダーチーズのグエルだけって。これはちょっとね、大事に取っときたいんで。 はい、これ取っときます。開けないで。まあ、開けるっすけどね、そのうち。で、いつもの飯と、チーズ味と、ルーロー飯味と、で、前紹介した、まあ、昨日かな？チーズタッカルビ味、期間限定らしいですよ。これうまいっすよ。なんか食ったらうまかったっすね。だからちょっとリピートしちゃいました。で、いつもの油そば。はい、以上です。まあ、仕事の話でした。買ったものを紹介した。じゃあ、なんか、話すことなんか。スマホ、スマホ。よいしょーい。セイバー、購入ありがとうございました。ですね、アニメ。あ、アニメ。はい。不滅のあなたへ始まりましたね。で、なんか涙出てきちゃいましたね。フシっていう主人公が40年過ごしたらしいんですけど、その40年の間に文明ってか、なんだろうね、国とかが変わってね、すごかったな。
か孫までいましたもん、あるキャラの。うん。深瀬ってやつの。深瀬だっけな、名前。そんなような名前の。まあ、一期のラスボスみたいなやつの孫がいて。で、あと、一期の時に共闘した、その、仲間が、40歳、40年経った、なんか40何歳くらいなんだわかんないですけど、おばさんになってて、まあ、なんか成長したんだな、みたいな。よかった。不滅のあなた1話よかったな。あと、オープニングがね、宇多田ヒカルさんのピンクブラッドで、一期の時と同じオープニングだったんですよ。変えないのがいいっすよね。ピンクブラッド最強でしたからね。作品と合ってたし。いただきます。不滅のあなたは面白かったっす。まあ、水星の魔女もおもろかったしね。マジ、今までガンダム見たことないよっていう人たちも入れるようなガンダム作品ですね。ぜひ見てくださいって感じですね。うん。こっからガンダム好きになっていけるんじゃないかな、みたいな。まあ、アニメはそんな感じですね。時事ネタ。有名作曲が10代に手出した、わいせつ行為の、あれ。まあ、興味ねえんだよな。興味ないから話さない。ファッションの話ですから、ワークマン。いや、いや。ああ。ユニクロ U のストール探しに行ったんすよ。なかった。3000円台ぐらいで、すごい高級な質感のカシミヤだったっけな。ちょっと覚えてないんですけど。まあ、超クオリティの高いストール売られてたらしいんですけど、それちょっと惜しかったっすね。その、ユニクロさんの既存のラインの、普通のカシミヤたちの、あれ、ストール売ってたんですけど、180に40ぐらいだったっけな。オーバンストール。うん。まあ、それは6000何歩ぐらいして、まあ、カシミヤなんで、そんぐらいするよな。って言ってましたね。それでもいいんですけどね。ユニクロ U が欲しかった。まあ、そんな感じですね。なんか特に話すことないんで、行きます。じゃあバイ。